から急に和菓子を食べたい欲求がめちゃめちゃ高まりまして、まあそんなわけでこのお抹茶の箱も追加で2箱目買ったんですけれども、今日は静岡県の松崎町にある梅月園さんという和菓子屋さんから上生菓子を、まあ、取り寄せ、お取り寄せみたいな形で購入しました。でそうするとこの松崎町のパンフレットと、あとメーカーのしおりとかがついてきました。まあ、本来はこの桜葉餅が有名なお菓子屋さんだそうなんですよね。さあ注文した上生菓子、どんなものが届いたかな。外袋を開けてみました。ちなみに今回冷凍で届いていまして、解凍したら3日以内で、まあ冷凍保存中は1ヶ月を目安に食べるものなんですが、さあ箱を開けてみましょう。カッパ、おお、こんな感じですね。ちょっとあの冷凍庫から出したばかりなので、あの曇ってますけど、ユリと鬼滅の刃の炭治郎デザインと顔ですかね。で、ここのお店面白かったのは、あの希望を出すことができたんですね。6つ送っていただくときに、こう、こんなものが欲しいというオーダーをすることができて、で、私は、あの、1種類は2個ずつ、まあ、こう、1人ずつ、夫婦で1個ずつ食べられるように、3種類2個っていう形で送ってほしいと。で、夫の課題である白い和菓子。で、まあ、ちょっとこう、目立っていたこの炭治郎デザインのやつで、もう一個は何かこう季節を感じる華やかなものにしてくださいとオーダーをしたら、こんな感じで届きました。まあもちろんあのね、6種類いろんなもので届いてるという方もいらっしゃったようなので、バリエーションが豊富な方が嬉しい人はそういうオーダーの仕方もできるみたいです。うおー、これは楽しみですね。一個ずつ解凍していただくのがとっても楽しみです。かわいい。本日はいよいよゆりの花という上生菓子を伊藤園のお抹茶と一緒にいただこうと思います。いただきます。ちなみに中身はこんな感じ。お昼はベランダでデリバリーした一風堂です。普段は出前館使ってるんですけど、なんか出前館で検索でヒットしなかったので、今日は Uber Eats で頼みました。 Uber Eats の方が通常の値段は300、400円高いみたいですが、なんか500円の何かのポイントか何かがついていて、結果的に100円か200円いつもよりお安くなりました。容器は同じ感じで麺とスープ分かれてました。これは調理済みです。いただきます。1日5000歩、1週間に3万5000歩なのですが、今2万歩足らずです。というわけで、まあ今日歩いたところで3万5000歩は達成しませんが、まあちょっとでも健康のためにと思って歩きに行こうと思います。ご無沙汰しているスモールワールズ、また行きたいですね。あの奥にあるのはオリンピックの何かの競技場ですね。有明ガーデンはこちら。ちょっと無印良品のペンを買いたいんですよね。無印良品到着。いらっしゃいませ。商品をスキャンしてください。60円、120円、120、120、90、120円。
いらっしゃいませ。これぞグラデーションという感じで、下がオレンジ、上が青、綺麗にグラデーションしてる。あのベンチ座れないんですね。こっちのベンチは座れるみたいです。伊右衛門の京都ブレンドでちょっと一休みしようと思います。香ばしい、美味しかったです。いいね。で、夢の大橋だったかな。ロマンチックな景色です。5月10日月曜日の朝9時ちょっと前です。ちょっと郵便局に用事があるので出かけます。なんか郵便局の後って妙な達成感がありますよね。スーパーマルエツ、お願いします。本日のお昼ご飯はお蕎麦とお惣菜です。このお蕎麦がめっちゃ美味しいんですよね。いただきます。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャヤです。今日5月10日ですけれども、 LINE PAY から新しいリリースが出ていました。 LINE PAY コード決済で紐付けて、クレジットカードを紐付けて、残高をチャージすることなく使うことができるチャージ&ペイと呼ばれる機能ですね。これまでは、LINE クレカと呼ばれるビザ、LINE ペイ、クレジットカードでしか利用ができませんでしたが、今後、三井住友カードのビザブランドのものもチャージ&ペイの機能を使えるようになるというような発表でした。で、この場合の還元率なんですけれども、チャージ&ペイで使うことによってLINE 側には 0.5% 相当の LINE ポイントがついて、で、その設定した、三井住友カードの、ビザブランドのものですね、こちらの方には200円につき1ポイントの V ポイントがつくそうです。200円につき1ポイントで、一応1ポイント1円で使えることが多いようなので、こちらもやっぱり 0.5% ということで、 0.5%、 0.5% 足し算して、合計 1% 相当の、なので三井住友カードを持っている人にとっては、還元率合計 1% のコード決済の吐き出し口ができたみたいな感覚になるんじゃないかなというふうに思います。LINE PAY はコード決済の部分は、ゆくゆくは PayPay に統合していこうみたいな話になってると思いますので、住み分けとしては、例えば、PayPay にクレジットカードを紐付けること、ビザブランドのものを紐付けることできますけれども、この場合ってポイントの還元がないので、そう考えると、三井住友カードを、ビザブランド持っていて PayPay に紐付けて使ってたっていう方が、もしかしたらちょっとこう当面は LINE PAY のチャージ&ペイとして吐き出すことで還元率が合計 1% 取得できるというような、使い方が想定されるかなというふうに思いました。というわけで、今日の FP 小話は、LINE PAY のチャージ&ペイで三井住友カードのビザブランドのものも、選択設定できるようになったというニュースをご案内してみました。以上、FP 小話でした。